皆さん、こんにちは。2年生の国語3回目の学習です。よろしくお願いします。では、教科書の30ページ、31ページを開きましょう。今日の学習は、春がいっぱいです。目当ては、春を感じた出来事を 文に表そうです。皆さんは、どんなものに春を感じますかああ、春だなぁと感じるものをノートに書き留めてみましょう。教科書を参考にしてもいいですよ。では、一時停止をして書いてみましょう。 これは教科書に載っているものですかたばみ、よもぎ、さくら、れんげ草、たんぽぽ、菜の花、すみれこれらは春の植物ですまた教科書にはうぐいす、ひばり ミツバチテントウムシモンシロチョウのような生き物の仲間も書いてありますこの他に皆さんはどんなものを書きましたか私もつくしやフキノトウやチューリップこういうものに春を感じますまたオタマジャクシや カエルなど、春になるとたくさん見かける生き物にも春を感じます。これらの中で、皆さんが初めて聞いた名前や、知らなかったこと、新しく発見したことはありますかそれらの言葉をノートに書き留めておくといいと思います。学校へ行ったら、友達と、 春を感じるものをそれぞれ出し合って意見交換してみてくださいでは次に春を感じた出来事をカードに書いてみましょうあなたが思ったり感じたりした出来事をカードに書き留めておくと後でとてもいい思い出になるかもしれませんね私も 春を感じた出来事をカードに書いてみました。タンポポの花が野原一面に咲いています。黄色い絨毯に寝転んでいるみたいです。私が野原に寝転んだ時の話です。あまりにも気持ちがいいので寝転んで空を見ていたんですが、 その時に野原一面に咲いていた黄色いタンポポの花が。まるで黄色い絨毯のように感じたので。このようなカードを書いてみました。タンポポの花を黄色い絨毯に例えたところが。なかなか上手に書けたなと思っています。みさんも。心で感じたことや。目で見たこと。手で触った感じ。 匂い温度いろいろな感覚を働かせてカードに気づいたことを書いてみるといいのではないでしょうか皆さんはどんなことに春を感じますか学校では 書いたものを友達と読み合って、感想を伝え合ってみましょう。振り返りです。春に関わる言葉をたくさん知ることができた。友達がどんな風に春を感じるのかがわかった。出来事カードが上手に書けた。 この学習を通して自分が気づかなかった春や見過ごしていた春を友達は見つけているかもしれませんね。友達と感想を伝え合うことによって学習がさらに深まると思います。学校でぜひたくさんのお友達と感想を伝え合ってみてください。 ででは、宿題です。今日の出来事を3回音読しましょう。日記に書きたい出来事があったらよく覚えておきましょう。ではまた会いましょう。